ね、だと思うよ。スティールヘッドサーモンに見えるけどね。マスじゃない？サーモンはマスやん。まあ、うん。うん、でも変わりにくい。インデンジャーだって。キャンパーがあの人たち説明したけど、すごいちょっと離れたところに大きいプールがある、うん、でもその前にもちっちゃいプールがある、うん、まあ気が向くまで、歩いてみたらってそれさっきもっと前に行くけどちょっとここ見よう、うん、なあディアさんはどこですか。どうぞ私に捕まって。大丈夫。ああこれエバーグリーン。あー昔学生の時キャンピングに行っていろいろ勉強したのよ、うん、なんか講座を受けてこの匂いこれエバーグリーンの匂い、うん、ああこれ ガムにも使われるとかって。ああいい匂い。水やな。まあワンちゃんの毛ぐらい入ってるだろうけど。お、なんか飛んだ。水からなんか飛んだね。多分。あ。ディズニーランドでよくこういう水は見るけど、ちょっとプールの匂いがするやん。ここはそういう匂いしないな。
あっち側ではどこまで歩いたか、もう遥かに過ぎたよね。ここ行ってないよ。タッキーばあちゃん、ほら、どっからゴロゴロ来たんだろうな。山の方から落ちたのか、ああいう感じ、それとも川のこっちの方から流されたのか。なあ、すごい向こうにも人がいるよ。もうほんまや、もうなんかあそこから川っていうのもちょっとなんていうの、あ、やめたね、ここで道が途切れて、またあそこ水から水行ったらでも動画ではなんか石が、人が作った石のブリッジがね、ちょっとポンポンポンっていく。足ぐらい入れる？この人たちが動いたら、そこら辺のちょっと川沿いの石で、仕掛けでちょっと座る？やっぱりここで。
すごい岩場やな。うん、もうあそこが無理に入っていったほうが、うん、うん、そこでもそこもなあただ水下いわいわしいから、うん、運動靴を履いて水着で行く、うんうんうん、あれモミジ？緑のこれ。濃い。うん、メイプルって感じで、モミジって言ったら。紅葉するモミジ。元気に育ってる。木のメイプルって感じ。本当に。お日様もあるし、水もあるし。風もあんまりない。あんなとこある。あそこら辺の方がないって。水がいいね、うん、8月とか9月どうなってんのかな、まあ、だんだん少なくなればな、うん、どっから来てんの山、氷、あの雪があるわけじゃない、そんな高い山じゃないけどな、ああ、うん、上流はどこまで繋がってんの、うん、この岩の苔、あれ OK？ あの伸ばすわ、そこ座る？足入れたいね、入れたらいいや、入れたらいいよ、パワーがあるから、本当？うんうん、それを考えてみるかな、そこら辺に行くかな、そことかカメラとかお手伝いする当たり前だ、肩足だけ。